2019年8月3日、横浜スタジアムにて、深谷篤氏は愛知県初軍初町生まれのプロ野球審判員。審判員袖番号は23。愛工大名電校では2年夏に続き3年春は首相で甲子園に出場して本類だ。法政大学卒業後、三菱自動車を加崎でいずれも主に二類種としてプレーし、 1999年セントラルリーグ東京審判部に入局。袖番号は23。プロ野球の審判が入局時に話題になる場合、プロ野球選手として華々しく活躍した者が現役引退後の第二の野球人生として選んだケースというのがほとんどであるが、深谷は鈴木一郎の高校時代の同級生であったという理由で話題になった。また大学では2年夏に、 県大会決勝で対戦した稲葉敦敷が1年上で、添島幸福都市は1年下。社会人では、谷吉友と同僚であった。2009年にオールスターゲーム初出場した。2010年5月1日の東京ヤクルトスワローズ、対横浜ベイスターズ8回戦で球審を務めた。五回裏一死二塁の場面で、代打、宮本深也の1頃で三塁走者の藤本敦志が、 本類生観を心を見ると、竹山慎吾がタッチをしていないにもかかわらず、タッチアウトと判定した。藤本は、この判定に抗議し深谷の胸ぐらをつかみかかったため、退場処分とした。試合終了後、ヤクルトの大木球団常務は、深谷の判定を不服とし、プレーの映像を添えて、文書をコミッショナー事務局に提出する意向を示した。2014年には、 同期入局の島田哲也と共に日本シリーズ初出場を果たし10月29日の第4戦で休審を務めた2017年7月14日地元愛知の名古屋ドームで行われたオールスターゲーム第1戦で休審を務めた上記の藤本以外にも2007年に広島のマーアティブラウン監督を侮辱行為として2012年に DNA の中畑清監督を暴力行為として退場処分としている。ありがとうございます。